この私を狩りに来たというのか。久しいな、真実の片鱗を知る娘よ。汝が木薬の塔を訪れた時以来か。まさかあなたは。さよう、我こそは始祖たる源流。汝らは同じ力を持ちながらも随分と異なる道を歩んできたようだな。やはり人とは不可思議な種よ。その通りだ、光の戦士よ。私はあなたと同じ超える力を持つ者。最初は幻のように現れる過去の情景を前にして、その意味すらわからず怯えさえした。しかし5年前に全てが変わった。そう、第7霊祭が起きたのだ。霊祭によりクルザスの環境は激変。私の故郷ファルコンネストは瞬く間に雪と氷に閉ざされてしまった。多くの住民と共にイシュガルドに避難しようとしたが、眼前で代表壁の一部が崩落。家族を失った私は引き返さざるを得なかった。寒さに追い立てられ、ドラゴン族に襲われる危険を承知で西方のドラバニアへと逃れたのだ。そしてかの地で私は出会った、偉大なる七大天竜の一翼、聖竜フレースベルグに。そして見たのだ、粒子戦争の真実を。だからこそ私は主の融和のため、この地に満ちた欺瞞と戦っている。分かっているのだ。イシュガルドの民がドラゴン族を憎むのは、彼ら自身に非がないことくらい。生まれ落ちた時から竜を忌むべき存在と教えられ、目の前で肉親を殺されもすれば戦うも道理というものだが、ドラゴン族もまた理性的ではいられず、真の敵を知ってなお人そのものを憎んでいる。命短き人の子には歴史に埋もれた記録であろうとも、悠久の時を生きる竜には忘れがたき記憶よな。その怒りの深さと狂気は、人の子たる汝らに計り知れるものではない。犯した罪は償うつもりだ。私は聖女でも救い主でもない罪人だ。それでも決して諦めはしない。因果を根本から断ち切り、融和をもたらしてみせる。私はすでに私自身であるだけではなく、竜を愛したシヴァでもあるのだから。